こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日はどんなヤバいやつを紹介してくれるの？女性を襲ってひどいことをしたにもかかわらず、全く反省していないやつはどうだ？被害者に謝ることもなく、またやる可能性があるとも語っているんだぜ。そんな人がいるんだ？たとえ反省してなくても、普通は反省したふりはするよね。世間の感覚と大きくずれているんだろうな。そして彼が勤務していた会社も、なかなかにひどいことをしているんだ。会社もなんて何があったのか気になってきた。詳しく教えてよ。それなら今回は、滋賀不動産性的暴行事件と、犯人である中西大輝について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。これはいつどこで起きた事件なの？2023年6月に、滋賀県で起きた事件だな。犯人である中西大輝という男は、不動産会社の社員だったんだが、そのことを利用して、6月21日に空き部屋を訪れ、粘着テープ、ロープ、猿靴は、三脚に固定したビデオカメラを用意したんだぜ。かなり準備周到だね。中西はその後どうしたの？翌日、その空き家に、同僚の30代女性である A さんを、水道検診の名目で連れてくるんだ。そしてアパートの裏にある水道の検診を始めた A さんの頭に、中西はいきなり布状の袋をかぶせるんだぜ。いきなりそんなことを？その後暴行を加えて、道具を用意した空き部屋に引きずり込み、俺は4人殺したことがある、と嘘で脅してから行為に及んだんだ。脅されもしたんだ？ A さんは一体どんなことをされたの？過激になりすぎるから詳細は伏せるが、道具を使って長時間もてあそばれたり、ヒミングを使わずに本番行為をさせられたんだぜ。最低すぎる犯人だね。本当にな。そして犯行後、A さんは中西から、自分が部屋を去った後、15分後に出るように、と伝えられたんだぜ。それでどうにかなると思ってたなんて信じられないよ。彼は A さんに、犯行を全部録画していると伝えていたんだ。それと行為前に脅したことで、通報しないと考えていたんだろうな。かなり甘い考えだと思うんだけど、A さんは警察に行ったんだよね？もちろんだぜ。A さんが被害届を提出したことで警察は調査を開始し、中西は逮捕されたんだ。ちゃんと逮捕されてよかったよ。次は犯人である、中西大輝について解説していくぜ。わかったよ。何歳の人だったの？31歳だな。そして今は削除されているんだが、彼が勤めていた不動産会社のホームページに、顔写真が載っていたんだ。メガネをかけて笑顔の写真で、パッと見は事件を起こすようには見えないんだぜ。人は見かけによらないってことだね。これも削除されているんだが、ホームページには中西の言葉も記載されていたから、それも紹介しておくか。どんな内容なの？大津市、高島市の賃貸はお任せください。大津育ちなので、地理や地域のことはとても詳しいです。お部屋のことだけではなく、地域のお店や学校のこともいろいろご相談ください。と書かれていたようだぜ。ちなみに大津市と高島市は、事件が起きた滋賀県の市だな。こんな人に相談したくないよ。本性を知らず、頼った人もいると思うぜ。この事件を知って驚愕してそうだね。会社での勤務態度はどうだったのかな？まず記者が会社に問い合わせたところ、弊社の社員ということは、間違いありません。ですが現在はまだ捜査中でもありますので、取材をお受けすることはできません。と答えられたんだ。当たり前といえば当たり前だね。それでも記者が引かずに勤務に対する姿勢を聞いたところ、それは個人情報なので、応じるわけにはいきません。という返答が来たようだぜ。個人情報を言わないのは企業として正しいと思うんだけど、少し複雑な気持ちだよ。どんな感じだったのか気になるところだな。彼が幼い時の情報はあるの？この動画を作成している時点では判明してないぜ。だが彼はこの事件を起こす9年前、住居侵入、強盗、強姦の罪で、懲役6年の実刑判決を受けて、収監されていたんだ。前科があったんだ？しかも侵入して強姦ってほとんど同じだよね。全く反省していないのがわかるぜ。本当に最低だよ。彼は他に悪いことはしていないの？捕まりこそしていないが、かなりひどいことをしているな。その時の被害者である B さんが、取材に答えてくれているから、その内容を紹介していくぜ。やっぱり他にも何かしてるんだ。B さんはなんて言ってるの？事務所を移転しようと思って、中西に賃貸物件を探してほしいと依頼しました。条件があったので、物件を中西と共に内見しました、から始まるんだ。ふむふむ。そして B さんはその物件を契約して事務所を移転したんだが、最初に提示した条件である、電話回線がなかったんだぜ。狙ってやったなら詐欺だよね。それなら解約できるんじゃないの？まともな相手ならな。B さんは、契約不符を理由に物件を解約し、他を探してほしいと伝えるんだが、
中西はいきなり土下座をするんだ。ええ？そして、すいません。この物件はうちの物件ではなく、仲介物件で相手方とすでに契約してしまったので、解約できないんです、と言われるんだぜ。責任を取ろうともしないなんておかしいよ。せめて会社がお金を出して、電話回線を引こうとするよね。性格の悪さを伺い知れるな。その後どうなったの？長いやりとりの後 B さんが引き下がり、自費で電話回線を引いたんだぜ。そして約1ヶ月が経ったある日、いきなり B さんは逮捕されたんだ。どうして逮捕されるの？中西に土下座を強要した容疑でだぜ。でも中西が勝手にしただけだよね。そうだな。だが不動産会社は防犯カメラの映像を警察に提出し、それを見た警察が B さんを逮捕したんだ。理不尽すぎるよ。B さんはどうしたの？弁護士を通じて警察に、音声データを探してほしいと頼んでいるぜ。それが見つかれば強要じゃなくて、中西が自分から土下座したのがわかるもんね。音声データは見つかったの？無事に見つかって警察が音声データを確認し、A さんは無罪放免になっているな。無罪になったのはいいけど、釈放されるまで拘置されてたんだよね。5日間もされているな。本当にかわいそうだよ。そして映像だけ提出した不動産会社もおかしいよね。かなり異常だな。B さんは釈放後、この対応に文句を言おうと会社に問い合わせているんだが、広報担当はすべて社長がやっています。社長は今日も、明日も、明後日も不在ですので、それ以降に連絡してください、と言われるんだ。なんか嫌な対応だね。B さんはまた連絡したの？3日後に連絡しているぜ。だがその時も社長が出ることはなく、その件については現在捜査中だから、何も答えられない、といった感じの、不誠実極まりない対応をされるんだぜ。謝罪すらないんだ？そのようだな。この時、社長は出張だと言われているんだが、それも怪しいぜ。どうして会社は中西をかばう感じなのかな？かなりひどい前科があって雇うのも疑問に感じるよ。自分は社長の後輩で、親しい間柄だ、と中西が発言しているんだ。そのためだろうな。なんか納得したよ。もやもやする気持ちわかるぜ。裁判はどうなったの？まず中西の母親が証人として証言台に立ち、私には示談金、賠償金を支払う余裕がありません。本人にきっちり責任を取ってもらいます。出所したら、更生の支援はしていきますが、と証言したんだ。いきなり息子がこんな事件を起こして、お母さんも大変だね。中西は反省してるのかな？ A さんに対し、何を思うか聞かれた彼は、A さんには何も思わない。前の犯行の時は無関係の女だから何も思わなかったが、今回は同僚であってもやはり何も思わなかった、と答えているんだぜ。そんな最低なことを言ってるんだ？それだけじゃなく、夜、寝る前に、こんな犯行をすることを妄想している。相手が困るからと言っても思いとどまることはなく、またやる可能性がある、とも語っているんだ。ええ？今回捕まっても全然反省してないじゃん。悪いと思ってないだけじゃなく、それは犯行予告に近いよね。人間として終わってる性格だな。弁護側はどんな主張をしてるの？被告は横田という男から、暴力、脅迫を受けていた。犯行はその男に指示されていて、仕方なくやったこと。家族の支援で更生していくことも考慮してほしい、と主張しているぜ。だがこの横田という人物は、架空の人物のようだな。そんな調べたらわかるような嘘までついてたんだ。A さんは何か言ってるのかな？被告は会社の同僚だったので会社にも行けなくなり、辞職せざるを得なかった。とにかくできるだけ重い処分を望みます、と証言しているぜ。あんなことされたら会社には残れないよね。周りの目が気になるだろうな。それを聞いて、裁判所はどんな判断をしたの？この動画を作成している時点では、まだ判決は出ていないぜ。まだだったんだ。マリサはどんな判決になると思う？まず検察側は、懲役15年を求刑しているんだ。そして彼がやった悪質な所要や前科、構成する可能性の低さを考えると、ほとんど求刑通りの判決になると予想するぜ。そうなるといいなぁ。でも個人的に無期懲役になってほしいよ。出所すると同じような犯行をする可能性が高いし、私もそう思うぜ。だがこれで無期懲役になることはないだろうから、更生することを信じるしかないな。更生するといいなぁ。次はこの事件に対する、ネット上の声を紹介していくぜ。わかったよ。まず、過去にもしているし、余罪もあると思う。そして必ず再犯する。刑務所に入っても税金がかかるし、出所されても迷惑。極刑しかない。ここまでの性犯罪者はまたやらかす。ほぼ更生なんかしない、といった。再犯を懸念する声が多いんだ。怖すぎるし、もし更生していたとしても信じれないよね。他にはどんな声があるの？
強盗、強姦で6年実刑の前科を知って雇った不動産会社。美談にしがちだけど、同僚はたまったもんじゃない。接客業で凶悪犯罪の前科がある人間をどうして雇うのか、全く理解できない。前科を知りつつ採用しておいて、女性従業員とペアで無人の物件に、なんか妙だなぁ、といった、不動産会社を批判する声もあるぜ。確かにあの前科を知ってたら普通組ませないよね。中西が会社に黙って誘った可能性もあるから、そこは何とも言えないがな。どうだったのか気になるね。具体的にどの会社なのかは判明してるの？調べたらこれじゃないか？という会社名は出てくるんだが、言わないでおくぜ。間違ってたとしても合ってたとしても怖いもんね。じゃあ今回は、滋賀不動産性的暴行事件と、犯人である、中西大輝について解説してみたぜ。いろいろと最低な人物だったよ。途中でも言ったが、永遠と刑務所にいてほしい人物の一人だな。少しでも長い懲役になることを願うぜ。出所したら気をつけないといけないね。性犯罪者はネットで個人情報を公開される法律なかったっけ？アメリカのニュージャージー州で成立した、性犯罪者情報公開法だな。今回紹介してくれたような事件を聞くと、日本でもやってほしいと思っちゃうよ。その気持ちもわかるが、あの法律には、犯罪の再発防止には、一切貢献していない、という批判もあるんだ。どうして再犯防止に効果がないと言えるの？個人情報を公開されることで社会復帰の妨げになり、自暴自棄になって犯罪をする人がいるからだろうな。言われてみればそう考える人はいそうだね。そしてその個人情報を別の犯罪者が利用して繋がり、犯罪者同士のネットワークが構築される可能性も危惧されているんだぜ。聞いててゾッとしたよ。いい法律だと思ってたけど、いろいろな問題があるんだね。だが公開された情報で、周りが警戒できるという利点はあるから、一概に悪いとは言えないがな。今回の事件も A さんが中西の前科を知ってたら、二人になることを避けていたかもしれないしね。もし日本に、性犯罪者情報公開法があったら、どうなっていたか気になるところだぜ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後、このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。